はい、こんにちは、丸さんです。早速ですね、昨日映画を見てきました。何を見てきたかというと、細田守監督最新作竜とそばかすの姫、結構話題だったので、お初日に早速見てきました。多分映画のレビューとかの動画はいろんな方が出していると思うので、僕はねこの買ってきたパンフレットのレビューをしてみたいと思います。お値段はね820円。ここのところ映画のパンフレットが軒並み結構いい値段してたので、すごくリーズナブルな感じがしました。竜とそばかすの姫ですね。この四国のね街並みというか風景が、その自然の中の風景がとっても綺麗に、なんていうか丁寧に描かれてましたね。で、合わせてこの、予告編とかでもありますけど、このインターネットの世界の U ですね、これがめちゃくちゃ壮大に描かれてます。パンフレットの方はまずこの歌の歌詞が出てます。まず U が出てますね。 U の歌詞と、それから歌よっていうタイトルのやつ、タイトルの作品、それから心のそばにという作品ですね。それの歌詞、あと離れ離れの君へパート1、離れ離れの君へパート4かという歌の歌詞が出てきてます。で、あとそれ、アニメーション作品などでね、それぞれの場面のイラストが出てきていますが、インターネットの世界を、ある意味ポジティブに肯定的に描くということにかけては、やっぱりさすがですね。どうしてもこうデストピア的なね、インターネットの世界を描く監督が多いんですけど、すごく肯定的に捉えています。あとその対比として、その四国のね街並み、自然の中とか、それから街中ですね、そういったものはやっぱり描かれて、丁寧に描かれています。で、ストーリーを言っちゃうとネタバレになってしまうのですが、田舎の女子高生、何でもない普通の女子高生と、ちょっと自信なさげな女子高生が、インターネットの世界では本当に世界を魅了する歌姫として登場するっていうね。で、そのインターネットの世界にどうも悪いやつというか、暴れん坊が出てきてという、竜ですけどね、これが出てくるっていう。そうですね、こう日常の中で、なんていうのかな、この U という世界がもし本当にインターネット上に展開されたら、ある意味すごくあり得る世界です。 SF とかではないんですよね。そのインターネットの世界をここまで描くとなると、それはそれで SF って感じもするのかもしれないんですが、あり得る日常の風景です。物語です。実は物語もそうです。あり得る日常の物語です。細田守監督の、インタビューがありますけれども、子供にとってのネットはそれによって自由を得られるものであってほしい、という言葉が書かれています。それによって自由を得られるものであってほしい。もちろんこの鈴という主人公がインターネットの中で、自分の本来持っている才能っていうのかな、それをグッと引き出されて、歌姫に なっちゃうんですかねいきなりなっちゃうところもすごいですよ。それと合わせて全体を通して、なんていうのかな、こう大人対子供っていう単純な構図ではないんですが、この竜の世界で悪さをするこの竜が登場するんですけど、その竜を子供たちが応援するんですよ。そこがねちょっと面白くて、要するに世界の秩序を守る、正義の味方体のね正義の味方の感じのキャラクターとかアバターはね、これはアズって言うんですけどね、アバターが登場するんですが、このむしろ竜の行動に対してかなり子供たち、ある意味力のない子供たちがめちゃくちゃ応援するんですよ。なのである意味これの中に、その大人対子供というか、いわゆる世の中の秩序が必要だという世代と、そうでない世代の対立まではいかないんですが、そんなものを感じます。で、ちょうど女子高生というどっちにも入って所属する主人公が、最後はね、その子供を助けるんですけどね、ネタバレはしませんが、冒頭にちょっとね、後々重要な伏線的なカットが入ります。そこはね、見逃さないようにしていただけるといいかなと思います。とにかくこの映画はパンフレットですね、キャストインタビュー、中村佳穂さん、それからもう、公開されてますけど、この竜役の佐藤健さんのインタビューでてますね。でね、この本当にミュージカルというよりはこうミュージック映画、音楽映画ですね。本当にこの中村佳穂さんの歌の持つ力っていうのがこの映画の中で生きてますし、
それを表現するためのこの U の世界観で、インタビューは、しのぶくん、成田亮さん、それから上新というね、あのカヌーを一人カヌー部を立ち上げているカヌーに、トニー翔太さん、それから学校の中での、アイドル的存在のルカちゃんが、玉木ティナさんで、あの、ね、この子がねすごいの、このすずって主人公のなんていうのかな、こう技術的な支え、裏サポートというか裏支えをしているヒロちゃんという女の子がいるんですけどね、これが、生田リラさん。で、あとこの合唱団のね、あのおばちゃんたちがいて、まあ、この主人公のお母さんの友達という設定なんですが、それに森山良子さん、清水美智子さん、坂本冬美さん、岩崎芳美さん、中尾、幸代さん。で、これ気がつかなかったんですよ。ここ見る前気がつかなかったんですが、すずのお母さんが島本すみさん、あのナウシカをやってね、この方です。それからすずのお父さんが役所広司さんなんですよ。あんまり、ちょっと、誰だろうみたいな感じの印象がありました。ラストのこの、夕焼けの空もいいですね。夕焼けの空、細田監督がね、カンヌで招待される監督として、ニュースにもなってましたけど、やっぱりこれ日本だけじゃなくて、確かに世界のね、市場を狙える作品かなという感じがします。氷川龍介さんの、レビューということで、タイトルが迷える人の背中を押す映画であるというところが書かれています。なんだろう、こうインターネットをね、もうちょっとというかな、肯定的に使うと、実は世界とのつながりってこんなにすごいんだよっていうのを、すごくポジティブにというか、肯定的に、そのインターネットの本当にいい面をね、ちゃんと捉えてる作品だなという感じがしました。とサウンドトラックが出るのかな。なので、あの本当に、見るとね、ディズニーの本当に美女と野獣のようなシーンがもちろんあります。監督はもちろんそれを狙ってます。リスペクトというよりは、もうそのまま狙ってます。ただ、だからといって、これがミュージカル映画にはなってないです。むしろ音楽映画だったりとか、それから、世代間の対立だったりとか、それから最後ネタバレになっちゃうので言いませんが、この主人公すずが解決する課題、問題、助けに行く人をですね、これの描き方がある意味壮大なインターネットの世界を描いている反面、そのことを解決しに行くのかみたいなね、結構身近な、でもその助けられる2人ってすごく深刻な問題なんですけど、それを解決しに行くという感じがします。いわゆるこうね、空から、ね、衛星だの、水星だのが落ちてきたりとか、大きい町が水没したりとか、宇宙人が攻めてきて、地球人がこの宇宙船を作って戦いに行くとか、そういう壮大さではないんですが、身近なことなんだけども、そこにこう、ヒーロー性って言ったら変だけど、なんかそういったものが感じられる映画です。何でもない私にも助けられる人がいるっていうね、すごく普通の人でもヒーローになれる的な、映画の感じがしました。今年の夏結構おすすめですいい映画でした。実は原作を読んでから言ってるんで、話の中身は分かってたんですけど、それに対してやっぱり映像美、それから音楽の美しさとか良さがすごく引き立ってました。竜とそばかすの姫、細田守監督、昨日始まったばっかりですが、多分夏休みいっぱいやります。秋入るかな、どのぐらいなのだろうね。おすすめの映画です。パンフレット、手元にあるといいかなと思います。はい、そんなわけでパンフレットレビューでした。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもいただけると、励みになりますので、嬉しいです。それではまた次の映画のパンフレットをね、また紹介していきたいと思います。次は何だっけ、何だろう、仮面ライダー、妖怪大戦争、その辺多分。ではでは。